めっちゃいい。500円ってめっちゃ安いよ。こんにちは、矢部ゆうのです。どうも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 。そしてゲストでトラちゃんが遊びに来てくれました。こんにちは、はじめまして。ダンサーのトラです。ダンスしてます。はい、ということで今回はもう見てわかると思うんですけど、下北沢に遊びに来ています。今日ねめっちゃ買い物するために私リュックできたから気合が、ね、あるんで頑張ります。じゃあまず南口の方から行こうかな。うん、行きましょう。ゴーゴー楽しみ。私はいつももうここの商店街は、うん、やばい、遅れる、バイト遅れるみたいな。この先にそうバイト先があるんだけど、めっちゃいつも走ってる。そう、ここはいつも走ってる。はい、じゃあまず1店舗目、最近ねオープンしたデザートスノーの古着屋さん遊びに行ってみましょう。なんかね、そう結構安いっていう、クージーとかかな。そう、クージーは高いよね。でもこの辺とかだったら安っ。安っ。めっちゃいい。おい、500円ってめっちゃ安いよ。え、何それ。どういうこと。今ね、色がすごい可愛い。大きいけどこれは合いそう。でもなんか私結構でかいやつとかでもゴムとか入れたり上からベルトしたりするから、500円だったらめっちゃいい。はい、じゃあ次は、はい、こちらレターさんです。私のね友達とかは結構仲良い古着屋さんで、結構スポーティーな感じのものが多いです。可愛い、このフリース。めっちゃ色合いが珍しいね。お、1900円。わ、かわいい。かわいくない。ここでこうしまえたらめっちゃいいよ。あ、え、これめっちゃかわいいね。私が大好きなクロスカラーズがある。大好きなんだ。そう、大好きなの。クロスカラーズあるとほぼほぼ買っちゃうけど、ちょっとこれは派手かな。かわいいね。怪物くんみたいな。確かに。なんか TLC がすごい好きで、そこからクロスカラーズハマって。え、これかわいい。これもクロスポなんです。あ、本当だ。白の服に合いそう。確かに、どんだけスポーツしてんだよ。90年代スキンなんじゃなくて、うん、あ、いいね。ゆえなちゃん見つけました。でも私黒は買わないって決めてるんだよ最近。持ちすぎ。そう、黒ばっか選んじゃうから。次はどこに行きますか。次はじゃあソリュート東京行きますか。私の働いてるお店。あ、でもそうだ、西海岸できたから西海岸行きたい。あ、いいね。西海岸、西海岸といえば福岡。そう、福岡にたくさんあるよね。福岡に安い、すごく。だってもうセールの時本当なんか100円とか200円とか500円とかそれは本当に地方のありがたさだよね。そうそうそう。こちらですね、西海岸。まだ私入ったことないんでちょっと入ってみましょう。西海岸オリジナルブランド、結構かわいい。ハイライトかすごい、流行りをしっかりキャッチしてますね。韓国っぽい、ちょっとかわいい。でもなんか古着屋でオリジナルブランド作れるのすごい面白いよね。うん、かわいい。これは何なの。あ、すごいハイウエストな感じでいい感じに切れそう。私の働いてるスリフト東京に行きたいと思います。一つね、ちょっと取り置きしてるものがあるので、トラちゃんは初めて。結構ね、毎日タグセールとかやってて、今日は青タグのもの2点買ったら半額になるの。そうそうそう、行ってみましょう。あ、リンちゃんがいる。あ、キムさんもいる。そう、私が取り置きをしていたアイテムはこちら、ディアドロっていうマイナーブランド、マイナースポーツブランド。そう、これめちゃくちゃシルエット良くて、ふしゃふしゃが可愛いよね。ちょっと他も見よう。なんかやっぱいつもいるところって安心するわ。めっちゃ安心する。そう、結構スリフトはスポーティーなアイテムとかいろいろレギュラー古着がいっぱいあるんで。ちょっと私が不意に行くお店があるの、古着屋さんで唯一でもそこは結構行ってるお店、そこにご案内します。ここです、グリーンフルーツムーン。グリーンフルーツムーン、ごめんなさい。はい、こちらグレープフルーツムーンです。系列店いっぱいあって、でもなんかここのお店はちょっと道からそう外れ出てすごいのんびりお買い物できるので、すごい私は好きです。かわいい。もっと
分厚い黒縁がいい。ザ、ザなやつ。なんかある黒ないよね、茶色ばっかあるんで。本当だ。すごいたくさん種類があるね。ね。サングラスまで。小物もすごい好きだから、古着屋さんで小物あるお店は大好き。帽子とかもめっちゃ欲しい。帽子かわいい。もこもこのね。上のこれもかわいい。取れる？うわ。あ、かわいい。ガーリー。ガーリー系。クリスマスとかね。確かに。クリスマスプレゼント。おい、クリスマスプレゼント欲しい。欲しい。豚汁食べよう。優しい。ちょっと私ここ気になってたんだよね。最近ここもできたばっかで。一番。私も一番。なんかすごいカフェみたいな豚汁屋さんだね。わー、美味しそう。はい。すごいシンプルイズザベストだね。優しい食べ物。優しいね。うん、気持ちに来たらぜひ、はい、豚汁食べてみてください。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。ということで、満足。ね、満足だね。はい、ということで、じゃあ北口の方に次古着攻めていきたいと思います。私の行きたいお店がこっちに。ここ行ったことある？え、来たことない。なんか建物の中にお店が何軒か入ってて、この1店舗がすごい好きなのでご紹介します。あ、やってる。うん、あ、こんなところに。こちらのお店が矢部のおすすめなんで皆さん来てください。ぜひ。パンダスニーカーをね、この前ここで見て、いや、可愛いんだよ。こういう落ち着いた古着がいっぱい置いてあって、うん、渋い系が多い。可愛い。その前ここでナイキのね、キャップを買ったんです、うん。こうね、おすすめされたら私弱いんだよな。え、ちょっと履いてみていいですか？ありがとうございます。うん、この帽子かわいい。こいつやばくない？やばいね。これどういうこと？かわいい。そう。いや、黒だな。黒じゃない。うん、これかわいい。これいくらですか？それって靴磨きじゃないんですか？これはうちはただブラシとして使ってます。へえ。フリースとか、はいはいはい、手先揃える時とか。へえ、フリースのちょっと毛並みとかも。そうそうそう。へえ、面白い。本当は硬いブラシがいいんですけど、まあ、硬いブラシ買うのを買い忘れるとか。これでしょ。へえ、面白い、うん。いい知識を得たぞ。店員さんの人柄もね、好きで行っちゃう。リバースリブがいっぱいある。こんなあるお店すごいかわいい。ほら、リバースリブすごい。このアクセサリーの量すごくない？サングラスとかアクセサリー欲しい人はこのお店来た方がいいかも。ペルシャ絨毯めっちゃ欲しいって思ってたんだよ。こういうのまさか下北で売ってるってやばくない？すごいなんか綺麗な古着がいっぱいあって、小物もいっぱいあってびっくりする。へー、ありがとうございます。皆さん、かわいい。いいね。あったかいけど軽いんですよね。そうなんですよ、うん、重くない。僕、レザーのスタジオ、ウールレザーのスタジオとか持ってるんですけど、レザーだと肩が上がらない。そうですよね、ここがもうパキパキで。そうなんですよ。私だからね、今このカーファートも嫌いなんです。パキパキだから。着てるけど、そう、硬いし重いから。重いよね。すごい身動き取れなくて、うん、あんま好きじゃないんです。トレンディに合わせてもリアルアメリカスタイルで。ちょっと欲しくなっちゃう。どうしよう。こちらですね、ここの2階。ほら、もうこのディスプレイがすごい好きなんだよな。やだ、これかわいい。かわいくない？H ニット。かわいい。かわいい。かわいい。なんかこの緑だったらこれでもいいけど。
はい、ということで、たくさん回ってきました。どうだった？いや、もうめちゃくちゃ楽しかった。知らないところ、うん、たくさんあっても、やさすがだなと思った。よかったです。なんか普段ね、私が行ってるところを紹介できてよかったです。ぜひ皆さんもこの動画を見て、行ってみたいなって思うところがあったら遊びに行ってみてください。チャンネル登録、いいね、お待ちしてます。バイバーイ。バイバーイ。